では出発の準備ができました。行きましょう。はい、行きましょう。はい、こちらが能生駅のふるさと館、山本小屋とか行ったかな。ここでね、宿泊もできるそうですね。お、凍ってる。凍ってる。前回は真っ暗な中ここを通ったよね。そうですね。何も見えないまま。この道を携帯のライトを頼りに筑紫の塔まで行くというね、なかなかチャレンジャーなことをしたんですけども。みきちゃん歩くの？歩くの？やった。ここ3回目みきちゃん。牛に追いかけられたの覚えてる？気に入られちゃってね、牛さんに。みきちゃんが牛に追いかけられている動画はこちらになりますので、ぜひご覧くださいませ。なんか短い動画で非常に見やすいと思いますので、ぜひご覧ください。何これ、え、氷が溶けて落ちてきてるな、どんどん。すごい、木に積もった雪が今溶けてバラ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 落ちてきてる、これ。うお、面白い。はい、今日もヤマップを起動させて道に迷わないように行きます。ただね、今日歩くのはずっとこういう道なので、まあ、よっぽどね、危険はないと思いますけども、しっかり山っぽを使っていきます。牛さんがいますね、まだね。夜寒いだろうに大丈夫かな。牛が放牧されてます。今日はミキちゃん調子いいでちゅね。調子いいな。やっぱ平坦な道はいいの。ウシーズがいます。ウシーズ、ウシーズの皆さんです。こちらが4名グループですね。ウシーズの皆さんです。はい、売店やってますね。こちら、こちら売店やってます。これ気になりますね。イノシシマン、シカマン。ちょっと気になりますね。今日のコースのご案内をいたします。あそこに見えるまず美しの塔ですね。美しの塔へ行き、それからこれ電波塔がいっぱい立ってますけども、あそこ大賀島ホテルって言うんですよ。その大賀島ホテルを通り抜けて向こう側にすごい紅葉スポットがあって、天狗の路地だったかな、そこを目指します。そこでちょっと休憩してですね、今シーズンオープンしたばかりのカフェがあって、うん、そこですごいびっくりするような雲ソーダっていうのがあるらしいので、それを飲みに行きます。やったはい、でその後に今度ちょっとね、別の方向行って大ヶ花っていうね、またちょっとすごい展望が見えるところがあるらしいので、そこに行きたいと思います。今日の予定の行動時間は標準タイムで3時間15分、まあ、ミキちゃんいるので3時間半から4時間ぐらいかなとは思ってますけども、まあ、ちょっと休憩も含めて5時間ぐらいかなとは思ってますね。ここ夜来たね。来たね。4月の真夜中に来たな、うん、4月の真夜中に来た時の動画はこちらになりますので、ぜひご覧ください。第一チェックポイント到着。はい、あのホテルを目指すんだね。そうですね、向こうに見えてるホテルを目指します。一応コースタイムでは40分ですね。40分、だからそこまでかかるかな。あそこにもうすぐ見えてるで ねこれ今の GoPro ですごい広角で撮ってるから遠くに見えるけど、うん、なんかすぐだよね。まあそうだね。いやでも、もしかしてこのひたすら何もないここだから近く見えるんだろうか。ここはね、いいよ。苦しい思いをせずに一気に綺麗なところに来て、緩やかな道を歩くだけという、もう全然登山じゃないから、うん、ここも日本百名山ですね。ちょうど歩きやすくて天気もいいし、暑かったなと思ったら一気に寒くなっちゃってさ、車中泊にぴったりとかさ、登山にぴったりっていうシーズンが一気に通り過ぎちゃった昨晩今朝は寒かったな。何この冷え込みと思って、うんうん、はい、今はこんな格好です。肌着 T シャツ登山シャツみたいな感じかな。今すごいちょうどいい、風が気持ちいい、うん、前回は霧ヶ峰高原を散策して車山に登ってるんで、その動画こちらになりますので、ぜひご覧くださいませ。この動画とこの動画とこの動画を見ると、そして今回のこの動画を見ると、だいたい美しが原の様子が分かるということでよろしいですかね。はい、登山の格好して登山靴履いてますけど、ここはスニーカーで十分やね、うん、だだ、じゃあ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 十分です。これうんこじゃないの。なんでそんなとこにえ、なんだろうね、風で飛ばされて牛のうんこが乗っちゃったんかな。ミキちゃんは今日は調子いいでしょ。まだ抱っこされてません。わあ、気持ちいいぞ。今大賀島ホテルから少し左を見てるところですけども、この雲おかしくないですか。この雲不思議やね、これね。下に町があって、ここに雲が薄くなんかね、ダメになって山がある。ここ乗れないかな。めっちゃ不思議これね。大賀島ホテルに到着です。電波塔があるのすごいね、でかいね、むちゃでかい。これは何を拾ってんの。なんでしょうねラジオ。正面に見えるのが大賀島ホテル、中で登山客の方とかが食事できるスペースもあるらしいですけども、ただ残念ながらね、犬はお断りなので、ここはスルーします。まあ犬連れてない方はね、ここでちょっと休憩ができると。はい、トイレ行ってコーヒー飲んで、はい、軽く食事ができたりするということですね。はい、雲の流れ早っ。なんか雲の流れ見てると自分ふわふわしない、なんていうか鉄塔が後ろに倒れ
れてるような気がするんだけど、これこっちのテントもでかっ。あ、これテレビ信州だって。あ、テレビ信州、あれ NBS、 いろんな塔が立ってるんだね。こちら牛さんです。もうちょっと有刺鉄線気をつけてよ。第2チェックポイント、このホテルの脇を抜けて雲ソーダ目指します。見えてますね、あれでした、あそこに行きます。結構車溜まってるね。あの辺が紅葉が今が旬って言うけど、なんかあんまりそうでもないそうだけど、まだ青々としてる、うん、紅葉って普通にモミジとイチョウで、イチョウとかを登場するけど、標高 2000m だからさ、モミジイチョウはねえわな。今美しテラスに向かってね降りてるところです。これを多分紅葉というんですね。モミジやカエデではないけども、なんかいい香りがしますね。柔軟剤のフレッシュグリーンの香り。ああ、なるほど。ふわーっと漂ってくる。と言ってる間にミッキーちゃんが抱っこになりました。また弱っちいのになっちゃったの？今日のファッションチェック。そんなことするの？あ、今日はこのワークマンで買ったスパッツにするか、ワークマンで買った普通の長ズボンにするかで迷いました。なるほど。スパッツにした理由は？そんな寒くないかな、いけるかなと思って。なるほど。スパッツの方がやっぱり歩きやすいんですかね。うん、多分。上は何を着てらっしゃるんですか？島村で買ったこういう服、これセットね。でその上に何を着てらっしゃるんですか？プーマ、これは娘のやつパクってきた。今日のファッションの総額は？プーマはパクってきたやつだから、うん、それ以外で多分2500円ぐらい。じゃじゃん、出ました2500円。お手軽ですね。はい、はい、そうは言いつつも足元だけは何を履いてらっしゃるんですか？モンベルの登山靴。それは1万5000円ぐらいしましたかね。足元だけはちょっといいのを履いてますね、はい、ここがちょっと読みにくいけど天狗の路地、あそこに書いてあるね、天狗の路地。この辺りの紅葉が見頃だという情報を得たのでここに来ました。見頃ですかこれこの木にとっては見頃なんでしょうきっと2000メートルにイチョウの木はない言われてみればそうやってね。はい、着きました。こちらが美しが原の自然保護センターですね。この中にカフェが今シーズンオープンしたということです。よし、じゃあ休憩します。ピティを可愛く舐めちゃうトロトロヤギミルク。海やな、よかったな、海やな、よかったでちゅね。ヤギちゃん、もちよちゃんも。じゃあ私はここで雲ソーダを買ってきます。はい、お願いします。これやばい。何がやばいの？雲が飛んでく風で雲が飛んできそうで怖い。すげえのが来たな。これはソーダなのか雲なのかわからんな。すごいね。おお、すごい。どうやってくのこれ？何から片付けていけばいいのこれ？わかんないこの綿菓子から食べる。これ綿飴らしいですね、うんうん、何をどうしてんのこれ、うん、正しい食べ方がわかんないですけど、うん綿飴なんか食べたの何年ぶり？思い出せんけど多分30年ぶりとか、うん、そうだそうだ。はい、では美しテラスさんありがとうございました。ありがとうございました。第3チェックポイントの美しテラスでした。ちょっとね今ね雲が出てきてる、太陽隠れちゃったんだよね。日陰になるとやっぱねここさすが標高 2000m やね。寒いめちゃめちゃ寒い。やっぱり山の上で休憩するときは暖かい上着が必要だね。うん、暖かい上着をミキーちゃんに貸してあげちゃったから。ヨアチーの服着ました。ヨアチーので第4チェックポイントは大賀島。大賀花、大賀花、あそこが頭でそこが花ってこと？そうですね、あの鉄塔が頭。今この画面の右側の方に向かって花に行きます。コースタイムで30分ぐらいですね。で標高差はちょっと登るかな。今ここが 1920m ぐらいで、大賀花が 2008m なので 80m 登りますね。 80m はないようなもんよね。お、言うようになりましたね80m でしょ、だって80m、 100m もないんでしょ？ないないない。自然に登っていく感じじゃない？ 80m なんてな、ねえ合ってないようなもんやなはい、分岐まで来ました。自然保護センターから 1.2 キロ歩いてきてますね。で大賀島までが 700m、 目的地の大賀花が 500m、 もうすぐそこですね。大賀花への道はこんな車も通れそうな道やね。まああそこら辺さ、鉄塔があったからその整備のために林道があるんだねこれね。はい、もうちょいですよ。おお、あ、着きましたよ。おお、すげえ。おお、すげえ。あー、これ、おお、すげえぞ。ライオンチェックポイント、大賀花です。はい、着きました。標高2008m。すごい。すごい。あー、これ。あー、すごい。怖い。足がすくむよ。あれ、これ多分富士山ですね。富士山、
奥に見えるのはこれが富士山ですね。ところで何をされてるんですか。怖い。うん、なるほど。この絶景ご覧になりました？見ました。なんかさっきから腰が抜けたみたいに座ってますけど大丈夫です？大ヶ原ありがとうございました。ありがとうございました。これからキロですね。帰り道になります。ピストンコースではなくて周回コースみたいになってますので、まあでもまずは大ヶ島の方を目指しますね。大ヶ原から5分10分歩いてきたこの分岐なんですけども、うん、で、あそこにもう大ヶ島のホテルが見えてるんで、大ヶ島から大ヶ原はもう本当に目と鼻の先やね。今ここが分岐です。今は大ヶ原から来て、あっちが大ヶ島。私たちが行くのはこのアルプス展望コース遊歩道に行きます。はい、はい、こちらです。こっちにアルプスが見えるという話やね。あ、そういうことか。ミキちゃんはちょっとこれでもう弱っちいなので現状に包んで抱っこしました。過保護犬。モン様もぐずりましたので私が抱っこしました。モン様はトイレに行きたいだけです。はい、上りはいいんだけどね、下りがやばいの。下るときに、はい、あのなんかこうトーントーンってくるから、うん、ちょびちょびっと漏れちゃうと。そうそうそう、漏れてないけどね。あ、漏れてないですか。漏れてない。まだ漏れてない。全然漏れてない。あそこって何が、なんか家があるんかな。三城牧場っていうのかな。牧場があるのかな。一応あそこも登山口になってるね。あそこから来ることもできるね。この道が多分続いてる。あ、なるほど。で我々はこっちは大和島ホテルに登れるんですけども、登らずにちょっと来た道とは違う道をね、せっかくなんで行こうと思います。こっちの景色を見ながら、さっきはあの牧場を見ながら来たんだけど、今度は山々を見ながらね、帰り道楽しみたいと思います。はい、怖いね。あそこなんかさ、普通さ、ホテルからさ海が見えるとかさ、まあ、山々が見えるって感じだけど、あそこのホテルからこの崖が見えるみたいな。崖の見えるホテルって本当にすごい ね。断崖絶壁やね。すごい。こっちの崖もすごかった。それを知らずに私たちはあそこを歩いてきたんだね。ここがね、さっき遠くから見てた崖でございます。もうこれは一度滑ったらもう奈落の底。名付けました。奈落の崖と名付けました。あそこ行けるの、もしかして。さっき向こうから見ててさ、あの岩の上登れそうなんて思ってたんだけど、一度滑ったらもう奈落の底。おお、行けるようになってる。エボシーはさっきの崖の先端のところ、万が一のことを考えてミキちゃんを置いてきます。ちょっと行ってきます。気をつけてね、あんまり先端まで行っちゃダメだよ。おお、すげえすげえ。うおー、これはすごい、これはすごい。いやー、ここは危ないね。ここは崖です。ここは危ないです。めちゃくちゃ危ない。帰ってこや。今崖の先端まで1メートルぐらいなんで、これ以上は行かないです。はい、お帰ってこや。お、風が吹いてるのでちょっと戻ります。あ、すごいなこれ。もういいから。モン様が何か吹いております。いやー、これがさっきの奈落の崖と名付けられた崖ですね。石を積み上げてある。やっとこう。このちっちゃいのを上に置いときます。届かない。ここ、このちっちゃいのです。アルプス展望コース、ここで終了。はい、大ヶ島から2.2キロ歩いてきました。はい、でここからまたこれぞ美しかさという牧場がもうすぐ見えるはず。おお、はい、ここにトイレがあったのでトイレを今お借りしています。私もトイレに行ってきましょう。まあでもありがたいですね。戻るまで30分ぐらいかかるでね、漏れそうだったんですね。もう元気になります。牛さん、またね。今度は来年かな。まあ今年見納めですね。このザ・美しヶ原のね、うん、この景色は、ね、これは1年に1回見たい景色だね、やっぱり。はい、美しヶ原の動画が今まで5本、これが6本目、はい、ぜひ美しヶ原全部見てください。見てください。はい、じゃあこちらの美しの塔見納めですね。さようなら、美しの塔。